ご視聴ありがとうございます。ラーメン変人によるラーメン専門チャンネルでございます。美味しいラーメンをお届けできればと思います。今回は、自分の親2人と、福建楼に来ました。地元に愛された、町中華料理屋さんでありますね。で、お品書きでございますけれども、今回は、豆腐と辛子味噌、麻婆麺にしました。で、タンメン以外は全部、実食済みでございます。がっつり行きたい方はですね、やはり飯類がおすすめでありますね。はい、それでは、豆腐と辛子味噌、麻婆麺でございます。玉口丼にですね、シンプルなビジュアルの麻婆あんかけ、ひき肉、小口切りの青ネギにネギ、そして麻婆豆腐、豆腐でございますね。いいな。まずもうなみなみスープが特徴的であります。で、とろみは、こう若干弱めといいますか、それほどでもありません。美味しい町中華料理屋さんの、麻婆麺いただきたいと思います。いやー、シンプルなんですけれども、やはりシンプルなんですけれども、実にですね、深い旨味、あっさりで、シンプルで、深い旨味が、しかも町中華らしいこう麻婆麺の飲み口、これが広がってまいります。福建楼の麺系ではですね、一番濃厚な感じなんでないでしょうか。濃度や粘度が、低めの、こうさらっとした、飲み口ですね。口触りでございますね。でございますけれども、絶妙にスパイシー感と、複雑な旨味が広がってくる、でかつ町中華らしい、麻婆麺のスープの飲み口です。それで町中華コンセプトでですね、美味しい町中華コンセプトで、いつも福建楼に来て感動するのがやはりこの麺なんですね。極細切り刃24か26の、長さのある麺で、すすらせてくれる麺でございます。もうめちゃめちゃすすり心地が良い、加水、もう高水ですね、42% 以上いってそうな長さのある極細の、ストレート麺、長さがあり極細なので一気に、1回で多くをまとめます。なので、こう麺とスープの一体感といいますか、厳密には、スープを味わえる、スープをすすらせてくれる麺でございます。で、麺が主軸のところもありますね。で、町中華らしい麺の風味も、感じれます。結構麺の風味も、高すぎながら豊かでございます。麺を味わい、スープをすすらせてくれる麺、つまり、麺とスープの組み合わせが、バッチリバッチリでございます。それで麻婆豆腐の豆腐でございます。こちらは面積が大きくですね、で、しっかりと火が入っている熱々の、豆腐でございますね。この辺りから、若干じわ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 、そこまで辛くはないんですけれども、汗が吹き出てきますね。とろみが、そこまでない、麻婆麺ですね。で、こうさらっとしたこう口触りの麻婆麺ですが、旨味は複雑で、この福建楼の一杯の中では一番がっつりしてる、印象で、じわ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 、深みが、増していく、辛みを増していく、汗がこうで徐々に徐々に出てくる、辛ラーメンですね。辛系あんかけラーメンでございます。で、この麺の組み合わせ、麺が、こうスープを味合わせてくれ、長さがあり極細でございますので、一度にこう大量に持ち上げられて、麺とスープの一体
麻婆麺を存分に味わえる。スパイシーさはですね、そこまで際立つ、麻婆あんかけでもなく、こうねっとりした、感じもなくですね、さらっとした、麻婆麺なんですけれども、この麺のすすり心地、とやはりこのスープの組み合わせがもう抜群でございますね。抜群の、地元に愛された町中華という感じでございます。麺に味があるんですね。これが独特かと思います。で大量のこのひき肉と、豆腐ですね、まさに麻婆麺らしいで、かつ、洗練された、この町中華の麻婆麺という感じでございました。シンプルなんですが、こうなんて言うんでしょうね、原点に回帰すると言いますか、町中華の、美味しさを感じれる一杯、めちゃめちゃ美味しくいただきました。ご視聴いただき誠にありがとうございます。地元に愛された、大崎市古川、地元に愛された、福建楼の、町中華の、麻婆麺でございました。いやー、めちゃめちゃ美味しくいただきました。こうなんて言うんでしょうね、風情がありますね。こう感じるものがありますね。それはそれはですね、突出した、ラーメンとして突出した部分は、ないのかもしれませんけれども、原点回帰では、原点回帰なんですかね、原点回帰ではないですけれども、何かもうすごく感じる部分がありますね。めちゃめちゃ美味しくいただきました。味わいとこの雰囲気、この丼と麺の長さに、このスープの、とろみ具合、めちゃめちゃ美味しくいただきました。私のですね、幼稚園から、小学校から通っている、お店の味わいでございます。がっつり行きたい場合は麺系よりも飯系がおすすめです。で、がっつりの麺であればこの麻婆麺がおすすめであります。ご視聴いただき誠にありがとうございます。ではあとは、この後、三宝荘に来ました。三本木の私が最も好きな、銭湯温泉三宝荘に来ました。ご視聴いただき誠にありがとうございます。実に良い、良いというよりも最高の湯でございました。ありがとうございました。